運びでありがたく御礼申し上げます。夏に向かっておりますんで、今夜一つ、幽霊が出るという、私がやるといくらかバカバカしくなります。大延長作の神経重ねが淵という、その中から豊志賀の詩というのを、聞いていただこうと、こういうようなわけで、なんか因縁話ですとか、怪談話で、そういうものっていうのは人が憧れまして、幽霊なんてのは出ないよお前、もう死んじゃったらもうそれっきりなんだからね、土に帰っちゃうんだよ、何もあらしないよなんてなこと言われると、なんかこう本当に夢も何にもなくって寂しくなりますね。あれやっぱりこの幽霊とか、お化けなんというのには人間のこのちょいと憧れがあるね、なんかこのロマンみたいなもんですね。死んでも心底死なない魂というものは残っているんだというような、憧れからああいうことってのはあるんでしょうかね。女の方でもそうですよ、私怖がりだけどもそういう話大好きなのなんて人がよくおります。私もどっちかっていうと怖がりでそういう話は好きなんですが、考えてみるってと、なんか本当にそういうことってのはあるような気がいたします。というのは人の気が残るということがありますから、まあ例えばこういうような劇場でも、これお客様がまるでいなくなっちゃった夜中に一人でスーッとこう出てくるね、でこう客席を見渡すってと、なんか怖いもんですよ、なんかいわゆる人の気が残ってるというんですかね、椅子の間から誰かがこうひょっと覗いてるような、なんかそんな気がいたします。気が残る。だから殺されても淡白な人はあんまり幽霊になって出ないんでしょうね。やっぱりこの執念深い人というのは気が残って、そしてこう幽霊になる、そんなような気がいたしますね。だから江戸っ子なんてのはあんまり幽霊になって出てこない。スパッと切られてドッターッと、もうそのまんまですから。普段威勢はいい、あれは何でこれ、ためるのとドッターッと短歌切ってるうちにジーバサッとやるってドッターッ、それっきりです。ところがやっぱりこれ執念深い人っていうのはもうその死ぬ時にも、これはいかにも幽霊に出るなという死に方をいたします。人たちじゃ大体この参らない、スパッと切ったッカッジェイバサッうわッうわッねッうわッ、なかなか死なない。こういうのはやっぱりもうなんかこう出てきそうな気がいたしますよね。怖い話というのは本当にいくらもあるんですが、劇場なんていうのは大概あるんです。ここはどうだか知りませんけどもね、なんかその因縁めいた話なんていうのはありますよ。夜遅くなっちゃって楽屋で飲んでたりなんかしてね、で帰る時にもう奈落を通って帰らなきゃなんない、いわゆる花道の下のところ、あそこは嫌なもんです。小道具ですとか人形ですとかね、それからちょっとした置物、お地蔵様なんというようなものやなんかこう並べてある、これこうずっと立ってたりなんかする。これはその薄ぼんやりとした明かりがポツンとついてる、そこを通ってこう帰る時ってのは嫌なもんです。だからみんなお互いに誘い合わせて帰ってったりなんかしますが、怖いという話というのは本当にみんな好きなんですね、憧れる。よく何でもないけれどもその怖い思いをしたという、そういう人の話っていうのは聞きます。なんだか得体は知れないんだけれども俺怖い思いをしたよなんというような話が、でそういうもんでも何でもいわゆるこの自分の気からそうなっていくんですね。ただ私は今でも本当に、信じております。あるそういう幽霊というのは出るもんだと信じてる。でこの間ある方に伺って、私はそういうふうに思うんですが、あるんですかねって言ったら、そりゃあるでもね、いろんなところに行ったりなんかして、いろんなところに泊まったりなんかして、で他の人はそういう思いをしてるんですが、私だけはそんな思いがないんですよって。それはお前さんが幽霊というものはあるもんだと信じているから幽霊の方が出てこない。幽霊なんてのは世の中にいるもんかっていう人には、いるんだよって出てくる。そう言われてみて、ああ信じててよかったなというような気がします。皆川宗悦というハリーが深見新左衛門という御家人に殺されたというのがこの神経重ね淵という話の発端でございます。根津七賢長に
富本の師匠で豊志賀という人がおりまして、これはあの殺された宗悦の姉娘で、妹にお園というのがいたんですが、これがまた大変に悲惨な最後を遂げた。で兄弟思いですから、豊志賀はもう悲嘆に暮れまして、もう富本の稽古どころじゃない、稽古所の看板を引っ込めてしまって、毎日毎日もう泣いております。ところがいくら泣き悲しんだところで、死んでしまった妹のお園というものが生き返るわけじゃない、ね、周りの人も心配して、そんなことしてちゃダメだよ、ね、お前さん自分のことを考えなさい、ね、稽古をしてるってえとね、気が紛れるから、ね、また稽古を始めない、そうですかってんで、みんなに勧められて、また富本の看板をこう出す。そうすると、今までのお弟子さんがすっかり戻ってくる。それだけじゃなくて、余計お弟子さんが増えたりなんかする、大変に評判がいい。で昔あの方々にこういう稽古所というのがあったんだそうですが、まあ、流行っているところと流行らないところというのがある。で流行らないところというのは、まず第一に、師匠が男だってと、これはどうも流行らなかったそうですね、まあ、ああいうところへ行くお弟子さんのあらかたが、娘さんですからと、親御さんの方が心配でね、師匠とどうにかなっちゃ困るってんで、お稽古にやらせない。で男の方はってと、男だってさ、あそこの師匠、なんだよ本当に、よく男でそんなことを稽古しやんね、本当にもうふざけやがって、バカにすんねんよ、バカにしてるわけじゃないんですけれど、で男の弟子は行かないから、これは当然この繁盛いたしませんと、やっぱり女でなくちゃいけない。で女ならばどんなお師さんでもいいかというと、やはりそうでなくて、身上が悪いってえと、いけないそうですね、うちの娘がそういうお師さんの真似をされたんじゃ困るからってんで、この娘さんを親御さんが稽古にあげない。で、男の方のお弟子は、じゃあそういうお師さんだったらいいかてえと、そうでもないんですね、冗談じゃねえよ、あれともできてこっちともできてるってんの、バカにしてんじゃねえか、行くな行くななんてんで、男のお弟子さんも来ない。でこういうのはやっぱりいけない。まず固くって、そして、女っぷりがまあいい方がいい、でそして、芸がしっかりしている、こう三拍子揃っているってえと、これは大変にこの流行ったそうですね。でこの豊志賀という人は年が39で、美人というわけじゃないんですが、どことなくあだっぽいところがあって、小股の切れ上がった、いわゆるこの小粋ないい女ねえ、男嫌いで長いこと通しております。で行儀がいいというんで、もう大変に評判、もう御大家のお嬢さんから長屋の娘さんまでこのお稽古に来ていると、男嫌いじゃ男のお弟子さん取らないのかって、それはそうじゃない、商売ですから男のお弟子さんも取る。とお弟子になろうという男の方も、男嫌いじゃしょうがねえなってんで諦めるのかというと、そうじゃない、ね、男嫌いだってけどよ、俺が行けばそうじゃないよ、あの師匠の了見を返させようなんてんでね、うぬぼれたやつがいるんです。でいわゆるこの教授やれんという、こういう連中がいっぱい集まってくる、ね、稽古は二の次です。師匠を張ってる、張っているところから教授やれんという、お互いにこの自分の了見は見せませんがね、牽制し合いながら、なんとか師匠にこの取り入ろうてん、ね、師匠にいろんなことを言っておりましてね、師匠、これね、実はね、私の知り合いの呉服屋がね、おかみさんにどうですってんで持ってきたんだよ。ところがね、うちの母なんざ何着せたって同じなんだよ。でこういうのはね、とてもじゃないけれども、うちの母には第一着こなせないからね、師匠みたいに粋な人だってとね、これ着るとね、柄が派手るんだよね、だから一つ着ておくれよ。まあどうも愛すいません、ありがとうございます。あの師匠、これね、あの桃園から送ってきたんだよ、うめえ干物だよ、これおあがりよ。 ありがとうございます。いろんなものを持ってきてくれる、大がかりになるってと。ダメだなこの壁は、みんな押さねってと、壁俺らみんな押そう、こっちは商売だからいいんだよ、でね、あの襖とか障子ね、あの犯行に行って改札用じゃねえか、畳は吉子だなんて言うんでね、人の領分までどんどん荒らすんだこういう物質でもって奉仕のできない人はというと、体でお返しをしようなんて、なんか気に入られようってんでね、朝早く来て、それこそ、水がめの中に水を汲み込んで、流しの掃除をする、はばかりの掃除もする、あげくはぬかみそまでこうかき回そうというようなまめな人もいる。もうみんなでいろんなことを師匠に言ってくる、またこれでなきゃいけないもんだそうですけれども、でそういう連中に集まって近頃顔を見せるようになりましたのが、下屋大門町でもってタバコ屋をしております勘蔵という人の甥っ子で、新吉という今年21になる男 で色白でもって、なかなかこの愛嬌な目足が効いて嫌味のないすっきりとした男でございます。
子供の時分には本国町にありました松田という貸本屋へ奉公していたんですが、この本屋が倒産をしちゃった。しょうがないからおじさんのところに戻ってきて、おじさんの商売手伝うことになったんですが、店が狭いもんですから人手はいらない。お前ね、貸本屋行ってたんだろ、ほぼに顔つなぎができてんだからタバコを売って歩いた方がいいよ。あ、そうですか。刻みですから箱の中に入れまして、風呂敷包んでこいつを背負ってあっちこっちと飽きなって歩くと、なるべく人の寄っているところがよかろうってんで、あ、ここならばというんでスッと入ってきたのがこの豊志賀のところです。もともと芸事の好きな男ですから、これはいいところに来たなと思ってじーっとしているってと、大勢お客様が待っている中でもってタバコ切らしちゃったよ。誰か持ってねえかな。あの、タバコでございますか。タバコございますよ。お、おめえタバコやかい。あ、そう、ちょうどよかった。うん、じゃあ5本目ばかりもらおうか。俺ももらうよ、こっちもだよ。方々から声がかかる。飽きないになる。で、好きなこう富本屋なんか聞いていられる。すっかり気に入っちゃった、ね、それから毎日この豊志賀のところへ顔を出すようになったと。近頃じゃ朝顔を出すってえともう他へ回りません。ずらっと豊志賀のところにいる。そして商いをしながら、そこの女中と一緒になって豊志賀のうちの中の用を足したりなんかした、ちょっと使いに行ってもらえるかい。え、よくなんですよ、なんてんでお弟子さんのお使いに行ったりなんかして、みんなともすっかり顔なじみになっちゃってね、おさらいだなんて言うと座布団をパーッと並べる、楽屋でもってお茶を入れる、ね、支度をしようという、そういう人たちの手伝いをする、下足をやる、もう大変に気が利く、ね、ところが自分が好きでやるんですから、旗から見ていても嫌味がございません。大変に人気がある。新さん新興新吉なんてんでね、もうお弟子さんからもう大変です。もうしばらく経つってえと、この豊志賀のところにおりました女中が患っちゃったんで宿下がりをさした。しょう、女中がいなきゃ困るだろ。本当なんですよ、もう何かにつけて不自由でございましてね、代わりようと思って頼んではあるんですが、なかなかいいのが見つかりませんで、もうかい弱ったね、そら。どうだい、あの新吉ってな。え、いや、あれみんなと顔なじみだし、師匠だって気心も知れてんだろ。よく働くしね。で、まあ、所帯を持ってねってのがいいよ。おじさんのところに居候してるってんだよ。え、男じゃいけないかい。いや、私は構いませんけどもね、まあ皆さんがよろしければ。ああ、そうかい、じゃあ俺が話をしてやろうってんで話をするってえと、あら、新吉は喜んだね。もともと芸事が好きなぐらいですから、片木のおじさんのところにいるよりは芸人のところにいた方がなんか粋だし、人が大勢出入りしていて賑やかだね。で、好きな芸事も覚えられるし、でまた食べるもんだって師匠のお余りではございますが、おつなものが口に入る、結構でございますってんで、それからはもうおじさんのところを出まして、豊志賀のところでもって朝早く起きておまんまを炊いたり、掃除洗濯ね、使いに行ったり、もう一生懸命に働いております。で、夜になって寝る時はってえと、師匠が下に寝て、で居候をしておりますんで、新吉の方は中二階のようなところで寝る。11月の20日、朝からこう降り出した雨が夜になるってえと余計雨足が強くなって、そこに風が伴って大変な吹きぶりでございまして、新さん、新さんや。え、あの、何かご用でございますか。あの、まだ起きてるのかい。ええ、どう、眠らないんですよ。そうかい、私もなんだか知らないけど今夜寝苦しくていけないの。妙な番でございますね。いや、あの、私はね、もともと寝つきのいいたちでしてね、横になるってとすぐにいびき確保なん。へえ、これがもう今夜に限って何ですか、もう寝にくくて寝そびれてるんですよ。そう、なんだか知らないけれども本当に今夜不思議だよ。またひどい降りじゃないかね。雨の音が気になって寝られやしないよ。本当にね、雨の音が気になって寝られませんね。なんだか知らないけれど怖いようじゃないか。なんだか怖いようでございますね。本当に心細いね。本当に心細いですね。お前は私の真似ばかりしてるじゃないか。師匠の真似ばかりまだやってるね。あのね、今夜はもうなんだか私この下でもって一人で寝ているの大変に心細いからさ、お前下へ降りてきて寝ておくれてないかい。え、あ、そうですか。へえ、
いや、私もね、その方が心丈夫なんで、じゃあ下へ参りますから。布団と枕を担いでミシ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 言いながら下へ降りてきた。お前その布団一枚で寒くはないのかい？いや大丈夫ですよ。かしわ餅ってやつですから、これ端のところにいましてね、クラ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 ッとこう回ってくるね、すっかり包まれまして風は入りませんし、なかなかあったかで、いいものなんですよ。ただこのかしわ餅ってのはね、寝相が悪いって言うと夜中にあんがはみ出すんでしょうがないね。大変だよ。それじゃあお前ね、その布団を広げてさ、私の裾の方におかけよね。そしてここへ入って私と一緒に寝たらどうだい？私は そこいいですか？冗談言っちゃいけませんよ。師匠何を言うんですか？そんなとんでもない、もったいなくて罰が当たりますよ。何を言ってるんだね。さっこいお入りよ、ね、そうすりゃ私だってなんか安心できるよ、ね、ゆっくり寝られるからさ、ね、さこっちお入りよ。だけどね、そこへ入って師匠と一緒に寝てた日には、お稽古の早い、お弟子さんに見られたら、師匠とその新吉はできてるなんて言われちゃ言われますよ。何を言ってるんだ、そんなことはないよ。私が男嫌いだってのはみんな知ってるしさ、第一年だって親子ほど離れてんだから、そんなこと気にするんじゃないよ。さこっちお入り、さお入りよ。そうですか。それじゃあ、ごめんく、こんばんは、なんてんでね、入ってきた。それで二人でもって同じ布団に入って、さあこれでよく寝られるかというと、これはよく寝られません。寝られるわけがないです、こんなの。そりゃ本当に親子ほど年が違えば別です。片っ方が70近くって、片っ方が20歳なんていうの、これはもう寝られますよね。これは39なんというのはですね、まだまだ立派なもんです。もう十分ですね。もう引き受けます、なことは。でまあ男でもって21にという自分には、年上のご婦人に憧れる頃ですから、これは一つ布団に入って、さあ寝ようと思ったって、なんかこう妙に気になって気になって、これもうしょうがない。これ新吉の方は妙にこのいわゆる意識をして、なんかこう動いちゃいけないかなと思う。で息もあんまり立てないようにしよう、そーっと息したりなんかして、人間ってのはそういつまでもじっとしていられません。でちょいと動くってと、なんかこうそういう時に限ってガサガサガサって、それほどの音じゃないんです、普段は。そういう時に限って大きな音に感じるんですな。だから弱ったなと思ってる。そんなことがだんだんこの今度は片っぽの方へこう伝わってくるんです。で男嫌いと言ったってですね、本当に男に騙されてもう二度とごめんこう思います、こういういわゆる男嫌いで、今までそばへ男を近づけなかった。これが近づけちゃった。大変な近くです、これは。そうなんかこうやってるうちに体が触れる、手がちょいとどっかに触る、そうこうしているうちにお互いに気を合わせたようにクルッと向き直るってえと、シャーシャーンってんで両方がとなった。深い仲になってみるってえと、今まで長いこと男嫌いで通しておりました、それがうんと年の違う、まして若い男とそうなってみるってえと、これがもう可愛くて可愛くてしょうがないです、なんかこの色のような亭主のような、せがれのような弟のような、なんかこう冷たいようであったかいような、お湯の中に氷入れて飲んでるような妙な気持ちで、もうなんかこんなになっちゃう。だからもう新吉ってんでも大変です、それから。もう着ているもんだって自分のもの、これを直して新吉に着せたら映るだろうなんてんで、着ているものをどん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 みんな直して新吉に着せる、小遣いはもうやり放題、こういうものが食べたいって言うと、じゃあ今夜それにしようってんで、すぐに好きなものを食べさせる、なんというようなことになってくる。まあ最初のうちはお弟子さんたちに分からなかったんですが、どん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 分かってくるというのは、今までは新吉の方が居候ですから、朝早く起きましておまんま炊いて炊き上がるってえと、タバコ盆を持って師匠の枕元へ来て、師匠おはようございます。師匠が起きてタバコを 2,3 服吸って、吹き殻をポーンとはたいて立ち上がってはばかりに入るってえと、すぐに布団を片付けて座敷を掃除をする。そして師匠が出てきて、
で流しでもってうがいをして顔を洗って、神様仏壇にこう手を合わしている間にお膳立てをいたしまして、流し鉢の向こうへ座ってと、そこへこうお膳を運んでってお給仕をしてご飯を食べさせる。と稽古の早いお弟子さんなんぞもう来ますから、おはようちょっと待っててってんでご飯を食べて、すっかりご飯食べ終わるってと、今度はこれを台所に下げて、で師匠が稽古を始める。それを聞きながら今度は自分がおまんまをいただく。こういうふうにしていたのが近頃じゃこれが逆になってきた。ね、新吉のやつはいつまでも寝ている。そうすると、師匠が先に起きておまんまを炊きまして、そして枕元へタバコ盆を持ってきて、ちょいと新さん、新さん起きよ、え起きなよ、あどうもどうも、おはようございます、おはよう、さタバコお吸い、えお吸いよ、さお吸い、えどうも、え ありがとうな、んだね他人行儀な、えさ早くタバコを吸って起きんだよ、ね、起きんのあいや、なんてんだよ、だん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 増長をしてくる。そうすると師匠の着物を直してどてらにしたやつなんぞ着て、流し鉢の向こうへ座っているってえと、師匠がお膳を運んできてお給仕をしてくれる、ね、おとり膳でもっとおまんま食べてる。これを今度は弟子が来てひょいと見りゃ、これはわかります。まあこれは大変だ、師匠と新吉とができたという噂がたーっと弟子の中に広まるってえと、俺はもう教授や連中が腹立てましてね、聞いたかおい、どうたんじゃねえよまったく、なあいやさ、師匠と新吉とができたんだとよ、本当に、いや俺のねなかったらなかろうと思ったんだよ、でこの間行ってみたんだね、したらなるほどね、新吉のやつはおめえ師匠の着物直したどたらきやがってね、流し鉢の向こうで油切って踏んどり返ってやん、どれ減ってっておうっつったら、おや置いてなさいなんて落ち着いてやんだよね。でまあ師匠稽古してんだろ、こっちでもって俺はそうやって待ってた、そしたらね新吉のやつは脇に置いてある二物の中からね余ったおつまんじゃこうやって食ってんだよね、それはまあいいやね、たら師匠が一人稽古をつけてん済ませるってと一服しに流し鉢のところ行きたい、タバコ一服してさ、ね、ポロンとはたいたら今度はやっぱり同じ二物の中から甘納豆をこう口の中に放り込んで、ね、そのうちに師匠がだよ、一つつまんで新吉の顔にこうポンとぶつけやん、ね、そしたら新吉が「おっ!」なんてやってね、そいつをまた師匠にポンとぶつけ返したら、師匠が「あらひどいから本当のこと言ってやん」ね、なんとおめえその甘納豆を二人で食っちゃニヤ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 してるんだよ。面白くねえったって、なぜその甘納豆俺に勧めねえってんだよ。どうだろう、俺は別にそんなもの食いたかはねえよ、食いたかはねえけれどもさ、そばにいるんだからお一ついかがですぐらいのこと言ったって言ってんだよ。本当に俺そんなもの食いたかはねえ、食いたかはねえ、食いたくなきゃいいじゃねえかよ。いや俺もさ、俺この間言ってね分かったよ、なるほどあれはねタラの中じゃねえや、冗談言っちゃいけねえ、まるでもう師匠がガラッと下が変わっちゃってるよ、あんなところにバカバカしくていけるかい、引け引けなんてんで男の弟子がまずさーっといなくなっちゃった。そうですってね伺いました、大変に固い方だと思ってましたのにね、あんな若い人とまあ不業績なことをして、とてもあんなところに娘をあげてはおかれませんから、うちは下げるんでございますよ。あそうですか、じゃあうちでもってんで女のお弟子もスーッといなくなっちゃった。さあこれは大変に困ります。でその中でいまだにたった一人通ってきておりますのが、根津総門前でもって羽生屋という小物屋ございまして、そこの一人娘でもっておしささんという、今年18になります娘さん、ほら色白でもってぽってりとしておりまして、まことにこの笑うてえとえくぼなんぞができて愛嬌がある可愛らしい娘さん、これがこうずっと通ってくる、こんにちはってんで新吉と顔をふっとこう合わせるってえとニコニコっと笑うんです。新吉も悪い気はしませんから、俺やっぱりニコニコってん、お互いに顔を見合わせちゃニコ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 笑っている。これを脇で見ていて豊志賀はもう腹の中は煮えくり返るようになる、心配で心配でしょうがない、もうやっとできた自分より若いその自分の色を人に捉えちゃいけないという、年が同じぐらいだったらいいんです相手が、これ年の差が大変ですこれね、39といえばもう40ですからもう40となるとその自分はもうおばあさん、40おばあさんですよ今はそんなこと言うとしくじりますけど、で片方の方は18です。だから花に例えるってえとつぼみがパッと開いてこれからなおも盛んに咲こうというような時期ね、
片っぽはもうちょいとこう よれてる肌だって違います。ピリンと張り詰めてるね、色艶が違う。でもうシャンとしております。ほらどうしたって叶うわけがないと思うから余計カラッとしてまいります。表には出さない。どういう時に出すかっていうと、この稽古をつけている時にあだをする。どうしてそう。違うよ、本当に覚えが悪いんだからね。そんなこと教えた覚えはないよ。どこで覚えてくんの。違うてんだよ、もう一度やってごらん。どうに覚えが違うてんだよ。じれったいね、この子は。そうじゃないんだよ。なんてそうするとおしささんというのは大変に素直な子ですから、あ、こうやっていじめられながらお稽古をしていると芸が上がるもんだと思ってます。だからはいはいって素直に言うことを聞きながら一生懸命お稽古している。で豊志賀の方はいじめていじめてこないようにしちゃおうと思ってますから、いろんなことやるんですが、それでも通ってくるというのが、うちにいてこのおしさという人は小さい時分におっかさんに死に別れてママ母に育てられてる。うちにいてのべつこうやられてるんですから、だからそんなことは感じない。同じいじめられるんだったら芸が上がる方がいいからってんで何にも気にしないでどん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 稽古に通ってくる。これまでしても稽古に通ってくるというのはやはり新騎士に気があるんだ。クーッとして臨機の炎は燃え盛って逆上したのが元で、右の目の下のところにポツッと小豆粒ほどの出来物ができた。初めのうちは指先にこう唾をつけてこうなぜていたんですが、何かの拍子にひょいっと爪を引っ掛けたと、それをとがめてすぐに薬を塗りゃいいんですけれども、これまた何気なしに唾でもってこうやってなぜていたと、これがトン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 こう地割れがしてまいりまして、額から頬にかけて右半面こんなに腫れ上がっちゃった。目は塞がれる。紫だって青黒くこうなってます。傷口のところはもう海なんかが出てジク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 しております。あれ、今だったらいい薬注射があります。何でもないかもしれません。浴槽に行けなければ切開をするなんていうことができるんです。その自分は塗り薬、それに煎じ薬を飲んでいる。病の方が先にどんどん進みます。一向によくならない。熱を持ってズキンズキンと痛む首から上の痛みというのは、これは辛いもんです。食べるものを喉を通らない。水を飲むのはやっとというようなんで、すっかり痩せ細って稽古どころじゃございません。どっと患いついて寝たまんまでございます。新吉の方は世話になっておりますから一生懸命解放いたします。おい師匠、師匠寝てんのかい。え、お師匠、あ、起きてんのかい。薬持ってきたよ。え、さあ薬、おがに薬飲みなよ。はい、あ、よやっとのことでこう起き上がる。ネズミ小紋の着物を寝巻きに直したというと聞こえがいいんですが、長いこと着古したやつですからすっかり汚れがきている。袖口のところなんざほつれちゃった。オランド色のヨレヨレになっているしごきをこう締めて痩せ細ってやっとのことで薬を飲んでぜい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 息をした。どうだい、え、少しはいいかい。いや同じだよ、ちっともよくなりゃしないよ。あ、しゃあねえやな。あ、すぐに治るってもんじゃないよ。え、気長にしてなくちゃダメだよ。イライラするってとかえってよくねえぜ。ああ、イライラもすらねえ。毎日毎日こんな思いをしていやだね。私はね、新さん、もうおばあさんだからお前のように若くて綺麗な人に介抱してもらってんのは嬉しいけど、お前は嫌だろうね。うん、嫌なことはねえよ。え、俺と お前との仲じゃねえか。ね、お前が具合が悪くよ、俺が介抱するの当たり前だろ。え、つまんないこと言っちゃいけないよ。ね、うん、今度はこっちが具合が悪くなるら お前さんの世話になるんだから。ね、うん、おたけっ子だよ。だけどさ、
私はただの病気じゃないんだ。こんな顔になっちゃってるからさ。いいじゃねえか、あんな顔なんだどうだって。えんなこと俺は気にしちゃいないよ。うん、つまんねえこと言うね。そんなもの出来物が治るらすぐに元通りになるじゃねえか。いや治りゃしないよ。治ったって後が失礼になるよ。なだねえよ、それほどひどくはない。第一こうやって見るってと今日はだいぶ腫れが引いたようじゃねえか。え嘘だよ。私は、ま、毎日鏡見てるからわかるけどちっとも引いちゃいないよ。お前は口と心が別だから嫌いだよ。何を言ってるんだよ。別なことはねえよ。心配してるんじゃねえかな俺は。え、うん、何を言ってるんだよ。いや嫌に違いないよ。お前は若いからさ、ほら気の毒でね。私が死ねば早く楽になれるからね。お前が死んでやりたいと思うんだけどもなかなか思うようには死ねないね。おいよしなよ。とにすぐにその心停心停ってこっちは一生懸命看病してるんじゃねえか。こっちの身にもなってくれよ。なんだい、なんでそんなに死にたいの。えなんでだい。だって私が死ねばさお前たちが喜ぶと思ってね。お前たちって誰だい。お前とお医者さんだよ。また始めやった。よくそれを言うね。えあのねお医者さんと私とが何かあったってのかい。えおったんだろ言ってごらんよ。言ってみな。ほら今はないよ。じゃあいいじゃねえか。ないけどさほらなりたくたって私ってものがいるからね。なれずに我慢をしてるんだよ。その気持ちがわかるから早く死んでやりたいと思ってさ。たまあ邪推ってんだよそら。え何を言ってんだろ。こっちは構わねえよ。向こうは一人娘じゃねえか。向こう取り前だろ。妙な噂が立てられて迷惑かかったらどうすんだよ。悪いじゃねえか。何も知らねえで、え？お前のことを心配して大変一生思いの弟子だよ。あんなの他にいないじゃないか。え？お前何もないのにそんな妙に疑ってお医者さんがかわいそうだと思わねえかい。これお前はお医者さんのことになるてとかわいそうかわいそう。私がこんな思いしてたってちっともかわいそうには思っちゃくれないんだからね。そうじゃねえんだよ。わからねえなお医者。もう勘弁してくれよ。それはねえ違うんだよ。やきもちもいいけれどもね人に迷惑をかけちゃいけねえということを言ってるんだよ。えとにかく俺とお医者さんとはもう何でもねえんだから。いやそうじゃないよ。二人でもって顔見合わせてニコ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 笑ってるじゃないかさ。私にはついぞあんな顔は見せちゃくれなかったよ。そらーんだって見舞いに来てくれるんだろ。えうん昨日今日の弟子じゃないやね。え礼を言うのが当たり前じゃねえか。木で花をくったようにそっけない挨拶ができるかい。え礼を言う世間話をするえこれ早い話が筋じゃねえか。ねえニコニコしなきゃしょうがないだろ。いやいやそうじゃないんだよ。わからねえなもう本当に。もういいよ勝手にしよう。本当にはい誰。ごめんくださいまし。おうお師匠さんどうも。いやいらっしゃいまし。あのお師匠さんのお加減はいかがでございます。いやいやどうも相変わらずなんでございますよ。そうですか。本当はおっかさんが伺わなくちゃいけないんですけれどあの店があるもんで手が離せませんので伺いませんよろしくと申しておりました。ああそうですか。わざわざ恐れ入ります。あのそれからこれなんでございますが、あの本当にお口汚しでございます。お師匠さんに食べていただこうと思いまして。そうですか。いつもすいませんね。あのこんなにしていただいてありがとうございます。それじゃ遠慮なく頂戴をいたします。えどう、ああいやどう、いい豆腐ですな。え師匠の大好物ですよ。卵もたくさん入っててマサワダなど。から師匠喜びますよ。えどう
おい、師匠、師匠、ちょっと起きてごらん。え、うん、あのね、お師匠さんがね、え、お前の好きな、ほら、入り豆腐持ってきてくれて、え、うまそうじゃねえ、どうだ、え、後で食べよう、ね、ね。お師匠さんかい。お師匠さん、お加減いかがでございますか。ああ、おかげさまでね、おいおい、よくない方だよ。お師匠さん、お師匠、お前とあたしは何だい。弟子師匠の間だろう。師匠がこうして患ってんのに、見舞いにもなぜ来ないんだい。おい、バカって言うんじゃねえよ。え、こうやって現に来てくれてるじゃねえかよ。え、あれだけ今まで弟子がいたんだよ。誰一人来やしねえよ。お師匠さんだけは来てくれてんじゃねえか。それだってこうやって、来るたんびにいろんなものを持ってきてくださってんの。な、うるさいよ、お前は。うるさいんだ、黙っといてよ。来てんのは分かっとるよ。見舞いに来てんじゃないよ。新さん、お前の顔見に来てんだよ。顔見しておやりよ。お師匠、よくご覧よ。あの、私がおりますとお師匠さんの病気に触るようでございますから、それではこれでおいとまをいたします。ごめんくださいね。あ、どうもあいすいませんでございます。お家によろしくおっしゃってください。へえ、どうも。おい、師匠、いかがにおしよう。陰で言うならまだしも、なぜ面と向かってあんなこと言うんだい。脇で聞いててこっちは顔から火が出たぜ。たぶん、え、よしなよ、本当に。お前、顔が見たいんだったら追っかけてってごらん。まだその辺にいるよ。だ、しょうがねえな、まったく。もう好きなこと言ったな。もう寝なよ。寝ねえでそんなことばかり考えてるから、ちっとも病がよくならねえんだよ。え、本当に。寝た方が、まあいいから寝なよ。無理に寝かして足をこうさすっててやるってえと、すやすやと寝込んだ。あ、今のうちだってんで台所行って、でおまんまを食べよう。お茶碗にご飯をよそって、さあ食べようと思うってえと、いつ寝床から這い出したのか、豊志賀がそばへ来てて、んーさん、大根あっと、なんだよ師匠。え、ダメだよ、こんなところに出てきちゃ。なんだい、喉でも乾いたのかい。こんな顔じゃ嫌だろうね。そんなことはないよ、寝なきゃダメだよ。え、さあ寝なさいよ。無理に寝かしてやっとのことでご飯を食べ、やれやれと思うってえと、またふーっと起きるってえと、しんさん、こんな顔で。また始まったね。そんなこと気にし、だからいけないんで、寝なさい寝なさい。寝かせる。夜になるってえと、今度は脇に寝ている新吉の上にこう這い出してきて、馬乗りになるってえと、胸ぐらと、しんさん、起きなよ、こんな顔になっちゃったよ。目を開けてみるってえと、その怖い顔が目の前にあるんで、うわー、しょうがない、寝かせる。またトロトロっとするってえと、今度は脇腹をつつかれて、しんさんとやられる。もうおちおち寝ちゃいられません。とてもじゃないけれども、これはここにいたんじゃしまいには自分が持たなくなるから、なんとかおじさんに相談してしてもらおうという。明くる日のちょうど日暮れ前でございます。豊志賀が寝ているんで、その隙にスッと飛び出して大門町のおじさんのところへ行こうてんで駆け出してくる。見せてみるってえと、お師匠が立ってる。あれ、お師匠さんじゃありませんか。あら、まあ新吉さんじゃございませんか。いや、こんなところでお会いするとは。お師匠さん、これからのどちらへ。あの、日の屋へ買い物に参ります。あ、そうですか。ええ、いや、あ、この間どうも相すいませんでした。ねえ、師匠がああいうことを言うもんですからね、本当に私もね、弱りましたよ。まあ、あなたがね、さぞ腹を立てていることだろうと思って、私心配してたんですよ。いえ、私はちっともそんなことは気にしちゃおりません。そうですか。でもね、ありもしないことをああ言われてねえ、妙に私とのことを疑われたりなんかして、大層ご迷惑だったんじゃないかと気にしていたんですよ。いえ、私の方はああいうふうに言われるのは妙がで嬉しゅうございますが、それこそ新吉さんの方がご迷惑だったんじゃないんですか。またそんなうまいことを言ってと言われますなど。お師匠さん、あの、どちらへ。あの、日の屋へ。ああ、そうですか。あの、
ここで立ち話もなんでございますから、ちょっとどっかへお付き合い願いませんか。いえ、とにかくうちにいるってとね、もうおちおちご飯もいただけないね、お腹が空いてますんで何か食べたいと思っていたところなんで、ちょいとお付き合い願いますよ。まあいいじゃありませんか。あそこに寿司屋ございますんで、ちょいとつまみましょう。蓮見寿司という寿司屋へ手を取らんばかりにして、お師匠さんを連れ込んだ。で、差しで来たもんですから寿司屋の方も気を利かせまして、よろしい、どん、あ、え、お、お二人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 、いやいや、まあまあ、まあ、どうぞどうぞ、遠慮なし、上がっておくんない、まあどうぞ、おい、はいはいはい、ご案内しろ、ご案内しろ、どうぞ、あなた方、こちらでございます、さあさあ、どうぞこちらへ。いらっしゃいまし、今日は本当に種がございませんので大したものはできませんでございます。はい、おにぎりに、チラシぐらいでございますが、どういたしましょう。あ、そうですか、はい、お医者さんどういう、え、あ、そうですか、じゃあ握りのいいのを2人前と、それからお吸い物ができましたら2つお願いしたいんでございますが。はい、かしこまりました。お酒はいかがいたしましょう。お酒、そうですね、はい、2人ともお酒飲めないもんですから、といって何もないというのはこれまた寂しいもんです。みりんを5尺ばかりいただけますか。はい、かしこまりました。ご用が終わりでしたら手をたたいていただければすぐに伺いますので、はい、どうぞ。あ、それからここの戸は内側から鍵がかかるようになってますね。どうぞごゆっくり。ああ、どうも、はい。お久さんと二人で来たもんですから、このうちでもって妙にこの気を回しましてと言われました。はい。お久さんどちらへ。日の矢。ああ、そうです。お久さんとはお茶の一杯も飲むことができないともう諦めてたんですが、今夜こうして本当に嬉しいございます。ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。なんですか、恥ずかしいわ。本当にこの間どうも愛しまい、もう何しろね、師匠がね、もうすっかりのぼせちゃってまして、なんだか自分でわけわかんないんですね。だから何ですか、本当に困っちゃうんですよ。大変ですね。おっかさんがそう言ってました。お師匠さんがああいう病になるというのも新吉さんゆえだから仕方がないけれども、それにしてもよく看病をしているとおっかさん褒めてました。いえ、そのことのことはないんですけれども、まあ看病もいいんですがね、素直にこっちの言うこと聞いててくれりゃいいんですが、もう何しろね、もう嫌なことばかり言うんですよ。ね、こんな顔になった、こんな顔になったなんて、もう夜となく昼となく責められるってとね、私もね本当に怖くなりましてね、このままじゃこっちが気がおかしくなっちゃいますんで、まあしばらくどっか、まあ下総の方へでもね、行ってようかと思って、そのことでおじさんのところに相談に行く途中だったんですよ。下総へ、まあ親戚じゃないんですけども、ちょいっとした知り合いがいるんで、そちらの方でしばらく、いたらどうかと思いましてね。ああ、そうですか。いや、私もうちにいておっかさんに嫌なことばかり言われておりまして、私のようなぼんやりした娘でも度重なってきますと我慢のならないことがございます。で、おじが下総の羽生村におりますんで、この間そのことで手紙を出しましたところ、そんなところにいないでこっちへ来い、面倒を見てやるからと言ってくれたんですけど、何しろ私一人で下総まではとても無理でございますんで。羽生村、あ、そうですか。そういえばお医者さんのうちは羽生屋さんでしたな。そうですか、なるほどね。やっぱり下総へいらっしゃりたい。そうですか。大変ですよ、女一人ってな。まあ師匠は私とお医者さんのことを怪しいと思ってるんです。もし本当に怪しいんでしたらね、お互いに手に手を取って下総へ道行きなんという粋なことになるんですが、まあもしね、そういうことができればたとえ何を言われたって言われがいがあるってもんでございますよね。ああ、新さんにはお所さんという大事な人がいるのに、そんなことをたとえ冗談でも言っちゃ申し訳ありませんよ。いやいや、ですからね、もしですよ、たとえの話です。はい、本当ならばということで、お医者さん、私じゃ
例えでも嫌ですか？まあ、別に嫌じゃありませんけど、何でもないのに、何もないのにそんなこと言われたって。それじゃあるよなのじゃありませんか？だっていきなりそんなこと言われたって私困ります。お師匠さん、私はね、前々からお前さんのこと思ってたんだ。え、お前さんよきゃ私は下野さんに連れて行くよ。本当に？うん、嘘じゃねえよ。え、今こっからだって構わねえよ。え、下野さん一緒に行きましょうよ。だって新さんがいなくなっちゃったらお師匠さんは野垂れ死にをしますよ。それは仕方がありませんよ。私だってあそこにいたしな、どうなっちゃうか分かりませんよ。え、それにね、私もすることはしたんですから、師匠だって悪いんですよ。だから仕方がありません。一緒に下野さん行きましょうよ。でも病気のお師匠さんを残してっちゃ義理が悪いじゃありませんか。そりゃそうです、そりゃそうだけど、こうなったら義理も何も構えしませんよ。誰に何を言われたって、私はお師匠さんを取る。本当に？それじゃ師匠がどうなってもいいんですか？ええ、構やしませんよ。そうですか。新さん、お前さんという人は不実な人ですねって言われたの。ちょっと見るってえと、お師匠の目の下のところにポツッとなんか出来物ができたなと思って、これがダーッと腫れ上がってきて紫黒くなってた。もう豊志賀の顔そのまんまで、新さんとまた胸ぐらつかまれたんで、キャーッと向こうへ突き飛ばしといて、トータンと蹴破って、はしご段を駆け下りたのか転がり落っこったのか、夢中でもって走っておじさんのところへやってきた。おじさん、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 うるせえな、誰だ、え、新吉か、本当にもうしょうがねえな、分かったよ、今開けてやるよ、え、待ちな待ちな、おじさん早く開けてください。はい、分かった、今開けるから静かにしろってんでしょうがねえやつだな、どう、本当に。え、あ、そう、なんだね、乱暴なやつだな、え、人を突き飛ばしやがってんとかに、おわねえな、どう、どうしたんだよ、なんだ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 、変わってやろうじゃねえか、本当に。え、下のうちに飛び込んできていきなり念仏を唱えてやる。お前もね、子供じゃないんだよ。え、少しはよくものを考えなくちゃいけねえぜ。ああ、お前あんな大病人の師匠をほったらかしてひょこひょこ出歩いたおめえどうすんだよ。え、少しは考えなよ。いや、師匠がな、来て話を聞いてみりゃもっともだ。ああ、おじさん、私も、心意違いでもって年の違った新さんとああいう仲になってしまって、それがために弟子はみんな下がって、その日の暮らしにも困るようなことになりましたね。その上この病でございます。俺はもうほとほと弱り果てました。新さんが一生懸命看病していてくれたんですが、臨機が元で私が妙なことばかり言うんで、新さんも嫌気がさして飛び出してったに違いありません。一人になって初めて気がつきましたが、何としても私から出たことだから、もう新さんとはすっぱり切れて、そして病気を治してから今度また稽古を始めて、今までやめてった弟子の半分でも帰ってくればなんとかなるだろうから、そうすりゃ新さんとはもう兄弟付き合いをして、あの人の好きな人を嫁さんにもらうね。そうなら自分は姉のつもりでもって月々いくらずつでも助けてやりたいが、今新さんに出て行かれるってえとのたれ死にをするから、もう決して嫌なことは言わないから辛抱をして病気の治るまで、看病をしてもらいたい、おじさんからそう言ってくださいと。え、師匠がお前俺の膝にすがって泣くじゃねえか。ああ、そりゃ嫌だろ、わかるよ。え、あの顔で何か言われちゃ怖いよ、わかる。でもな、あの時にこっちはおめ貧乏で何にもできねえ時にだよ、師匠がお前の面倒を見てくれたんだな。あ、すっかり世話をしてくれて、おめえだって考えてみなよ、羽織の一面も着てそっくり蹴って、周りから新さん新さんなんて言われてたの。え、それもみんな師匠のおかげじゃねえ、その恩ある師匠が患ってるんだね。ちゃんと看病しなきゃおめえ世間様に義理が悪いぜ、本当に。え、まあまあいいよな、まあ、とにかくな、
まあ、顔を見せて優しい言葉の一つもかけてやって安心をさせてやんなよ。ん？おじさん、なん？てるとも、師匠、ここに来たの？来たのじゃねえよ。お前の行き先はここに違いないってんの。必ずここに来るだろうってんの。さっきから来たのに、山上で待ってんの。嘘だよ。嘘だよ。あんな大病人がここへ一人で来られるわけがねえじゃん。来られるわけがねえったって何を言ってんの。来てるんだよ。本当に。師匠、あの新吉は来ましたよ。今よくそう言ってやりましたんでね。今そっちあの挨拶に行かせますから。ほら、早くお詫びをしろ。三条、おっかなびっくり三条のところへ行ってみるってえと、なるほど豊志賀がいつもの寝巻き姿でもってこうやった。どうしたの？どうしたんだよ。よくここへ一人で来られたね。目覚ましたらお前がいないんだもの。きっとおじさんのところだと思ってさ、お隣へ頼んで四つで襲いってもらってきたんだよ。ねえ新さん、逃げないでくれよ。頼むから看病しておくれよ。だよ、俺だって何も看病するのが嫌だってんじゃねえよ。ねえ、こっちは一生懸命看病してるのに妙なこと言うだろ。ねえ、こんな顔になっちゃったとか、ああでもねこうでもねって妙にやきもち焼いたりなんか。だから俺は嫌なんだよ。おい、病人にこうというやつがあるかい。本当にしょうがねえな。師匠、勘弁してくださいよ。まだ子供一気が抜けてねえんだ。いや、よく言っときましたから大丈夫ですよ。あのね、今あの新吉に送らせますから。勘を添いました。来るときに四つ手だったか、四つ手じゃ体が痛かったでしょ。安保通そう言いましたよ。あの、いやいや、まっしょ、そんな話はまた後のこと。何しろね、病を治すのが先だよ。そうなったらまた私も一緒に、相談ってことにして。ああそうですよ。はい、あ、顔屋さんかい。あ、すまねえな、あのちょっと裏へ回ってくんねえかな。いや、あの乗る方はねちょっと体の具合が悪いんだよ。店の方だってとね、タバコの箱屋なんかって乗るのに厄介だから、すまねえがちょっと裏へ回ってくれ。いやいや大丈夫、入れるんだよ。あ、そうそう、材木屋の脇に曲がるんだ。あ、角から3軒目だ。あ、大丈夫だよ。開けとくから分かるよ。おい新吉、ぼんやりしてんじゃない。そう、はいはい。今籠屋さん来るから、裏の方開けときな、裏の方ね。それからな、そこに大きな座布団があるだろ。そしたら看護屋さんが来たら渡して中に引いてもらうんだ。その上に師匠乗っかってくるんだからね。あ、ご苦労だ。あ、そうそう、そこだそこだ。すまないけれどもな、その布団を中に引いて、いや乗る方は病人なんだよ。一つよろしくお願いしますよ。まあ師匠、あのね、野郎にはよく言っときましたからね、もう決して不実なことはさせません。今までのことは私が代わってお詫びをするから、まあ、許してやっておくれよ、ね。で、お前さんもその気になって養生しなくちゃダメだよ、ね。気を長く持っていいかい、ね。で、よくなったらまたいろいろと相談しようじゃないか、ね。で、3人でたまにはどっかへ遊びに行くとか。いえ、そんなことでも考えてなくてしょうがない。引いてもらったか。あ、そうか、じゃあお前そっちから支えな、俺はこっちから抱えるから、ってんで2人で抱きかかえるようにして籠に乗せる。籠の戸をピタッと閉める。途端に、おまおま、はいはい、なんですな。タバコ屋の勘蔵さんのお宅はこちらでございますか。はい、いかにもそうですよ。私のところはあの勘蔵でございますが、何かおタバコでも。いえ、そうじゃないんですよ。こちらに、新吉さん来てますか。見えてますよ。ちょっとお待ちを。おい新吉、なんかお前の知り合いかな。ん、訪ねてきたよ。ああそうですか。はい、どちら様。今開けますから。どうも。おやどうも、長山善さんに。おや、ああ、金兵衛さん、お揃いで。何です。おい、落ち着いてるよ。しょうがねえな。ちょっと明かり持っててくれ。おい、ここにいたよ、ここにいた。おい、みんな来たんだよ。おやおや、お揃いで一体何でござんす。なんてござんすじゃねえよ。本当になぜ出歩くんだ、あんな病人を置いといて。驚いちゃいけないよ。師匠死んだぜ。師匠死んだよ。死んだ師匠。またそんなご冗談。何を言ってんだよ。七軒町から大門町までその冗談を言いに夜夜中こうやってみんなで来るかよ。嘘
じゃないんだよ。いやね、さっきうちの香川がね、お前さんのところの前を通ったんだそうだね。もう辺りが暗いのにお前さんのところも明かりがついてる、お前さんの姿も見えないからおかしいと思って声をかけたんだそうで、返事がないの。一旦うちに帰ってきて、お前さん気持ちが悪いから一緒に行っておくれって、こっちは明かりを持って一緒に行った。え、中に入ってって、で寝床のところをこう照らしてみるって、寝床の中にいねえんだ師匠が。おかしいなったんで、うちの中ずーっと見てったらね、流しのところだよ。師匠喉が渇いて水でも飲もうと思ったのかな。一人で起きてきてつんのめったんだろう。こう悪い方を叩きんところにこうぶつけてさ、ね、でもうここのところはもうめちゃくちゃだ。で辺り一面血だらけだよ。これで急いで医者呼んできて見せた時にはもうこと切れてたんだ。お前さんがいないだろ、長屋中大騒ぎになって、何しろお前さんを見つけなくちゃいけないってんで、八方手分けして探してるんで、私はねてっきりここだと思ってんで、ほんで訪ねてきたんで、嘘で本当に死んだんだよ。ちょっとそれおかしい。あの師匠ね、なんですよ、今ここに来てるんですよ。先に逃げちゃダメだよ。一緒に逃げんだよ。逃げるときはそばにいな、そばにみんな。バカなことを言っちゃいけませんよ。バカなことを言っちゃ、何を言ってるんだ。みんなで持って見たんだよ。嘘じゃねえ、本当に死んだ。おかしいですよ。ちょっと待ってくださいよ。おじさん、なんだ、 あのね、長屋の方が見えましてね、師匠が死んだってんですよ。大きな声でなんてこと言うの。病人の耳に入ってみろ。嫌な声持ちがするじゃん。師匠が死ぬわけはねえだろ。俺とおめえと現に話をしてたじゃん。そんなことはない。ところがみんな長屋の方があんなに大勢来て、間違いなく死んだってね。だって顔の中にお前、いや顔の中ちょっと見てみな。誰がお前だよ。私が見るんですか。そうですか、わかりました。師匠、あのね、お前さんと私が急にいなくなっちゃったってんでね、長屋の衆がみんな心配して来てくれたんだよ。ちょいと顔を見せてご挨拶をしなよ。ね、おい師匠。おっかなびっくり顔の戸を開けて中を見るってえと、さっき入れた布団ばかり。カゴの戸を閉めて急いでおじさんのところへ行こうと思ったんですが、腰が抜けたというよりないも同然。おじさん、なんかいませんよ。それじゃやっぱり本当に死んだの違いねえや。そうか、よし、分かった。いや、長屋の方には私が挨拶。どうもこんばん、わざわざありがとうございます。いつも新吉がお世話になり、私がおじでございます。いや今日はちょいとね、呼んどころない用が、呼んだんでございます。ですから、いやこれからすぐに伺いますんで、どうぞお先へ。いえ、おっつけ伺いますんで、はい、どうもありがとうございました。顔屋さん、すまねえな、待たしておいて。いやもう顔良くなった。いえ、悪い、あのね、明日あの顔ちんと祝儀は届けるから、そのまんまもう帰ってくれ。え、そうですか。さっき乗ったお女中みたいな方どうなんです。え、それがね、乗ったように見せかけて実は乗ってねえんだ。すまないけど今夜このまますっと帰ってくれ。あ、そうですか。へい、わかりました。お、じゃあもう帰るじゃん。ね、うよ、やっぱり乗ってらっしゃいますよ。え、乗ってる。よく見ておくれよ。え、あしらね、長年商売だから分かるんですよ。ええ、乗ってますよ、肩に来ますから。あれ、気のせいだ。乗ってませんね。そうかい。あ、お座布団、ここに置きますよ。へい、どうもありがとうございました。はい、すぐに行かなくちゃいけない。すぐに提灯の支度をしなさい。提灯どうする、どうすんだって。明かりを入れるんだ、早くしろ。そのところにあるから。お前が出てくるからこういうことになるんじゃねえか。バカやろ、本当にしょうがねえやつだ。どじ
まぬけ。おじさん、おじさんね、怖い背中に小言言わないと。もう怖くて小言は一緒に来ちゃった。もう俺はかなわないよ。まあいいから早くしな。二人でもってガタガタ震えながら試験場長屋へ来てみるってえと、なるほど確かに豊志賀が死んでおりました。布団を上げてみるってえと、下から出てまいりましたのは書き置きでございまして、新吉という男はまことに不実な男である。必ず死んで取り継いでやる。もし女房をもらえば7人までは取り殺すというまことに恐ろしい文面でございます。これからますます話は佳境に入ります。神経重ねが淵のうち豊志賀の死でございました。